アルセニー・マクシーモビチ・ロガショフは、ロシア・クルスク州、クルスク出身の同国代表サッカー選手。FC ・ロストフ所属。ポジションは DF。1991年、現ロシア・クルスク州の州都クルスクにて生まれた。6歳の頃にサッカーを始め、最初のコーチは、セルゲイドンスキフであった。ミッドフィールダー、フォワードを試され、最終的に、ディフェンダーのポジションにつく。 2006年 FC スポルトアカデムクラブモスクワに招待されリザーブで出場。2008年にはトップチームのロシアファーストディビジョンにて18試合に出場をした。2009年 FC ヒムきに移籍をした。同年9月18日第22節 PFC スパルタクナリチク戦の87分に セバスティアン・サンソニとの交代で、ピッチに立ちロシアプレミアリーグデビューを果たした。2011年7月29日、FC アンジマ8からに5年契約で移籍をし、その直後に FC ファーケル・ボロネジへ、レンタル移籍をした。2017年2月、FK トスノに移籍した。U-19,U-20、U-21 と、各年代に招集され出場している。 2012年8月15日、コートジボワール代表との親善試合に招集され、前半30分にアレクサンドル・アニコフが負傷したために代替として、出場し A 代表デビューを飾った。ありがとうございます。